長なんだけど、見ての通りひどい傷跡が残った。何が狙いだ。宮廷で開かれた熟練クス師アルキンディの講義には痛く感銘を受けた。俺も仕事の一環で昼を。アリン、アリの側近ベシ、おそらく彼なら何か知っている。港周辺で彼を探そう。あの人を集めているのかベシカ。誰かいるぞ。あんたがベシカ。ヌルを知っているな。知ってる。最後に見たときは町から追われてた。あいつは生きてるのか。なんとかな。今は安全だ。強情なバカめ。お前の名は？バシムだ。よろしくバシム。そのバターナイフ以外に剣はないのか？もっと戦力になりそうなやつだと思わせてもらいたいんだが。どうしてだ？アリを探しに行くのか？いやまだだ。ここにいる部下は半数に過ぎない。残りは道の先にある港で捕らわれてる。攻撃を仕掛けるにはこの人数は少なすぎる。部下を守りたいなら慎重な道を選んだ方がいい。俺が潜り込む。ここの部下は待機させて、解放した仲間を護衛させろ。あんたらは皆同じ考え方だな。だが手堅い策だ。導いてくれ。ちょっと待っ、許さんぞ。いたぞ。惨めだな。待ってる。
船着き場へ行き、ベシを探せ。今ので最後だ。あいつらと合流しよう。やるな、バシム。自分の仕事をしただけだ。力を合わせればこの町も苦しみから解放される。アルグールを見つけ出さないと。奴の話は聞くが姿は見たことがない。奴について何を知ってる？奴はカリフの敵を連れ去って砂漠に穴を掘らせてる。囚人、反乱者、労働者たちにな。何を探してるのかは俺にもわからん。こいつらは数週間前にアリと一緒に捕まって砂に埋もれて死ぬところだったんだ。アリは他のところへ連れて行かれた。
俺たちは記号で組み分けされて、アリは別の組だった。やつらはアリに尋問しようとしてた。あんたや、あんたの仲間のことを。その記号を見せてくれるか。あんたはどう思う？アリとヌルはアルグールに近づきすぎて奴に感づかれたな。アリを見つけるのがアルグールへの鍵だ。うん、それもいいが、他の方法もある。これはどうだ。部下が送られるはずだった場所に俺が旅衆として潜り込むんだ。正気か？頭が固いだけだ。これを受け取れ。これの使い道は？それはキドマーコインだ。その価値を理解できる者に見せればあんたの力になってくれるはずだ。部下は北の外れの水車場に送って再編成させる。反乱軍の要塞だ。あんたなら迎えてもらえる。神のご加護を。神のご加護を。